車検のコバック米子店プレゼンツ、コバックと愉快な仲間たち。この番組は車検のコバック米子店の提供でお送りいたします。こんにちは、Pさんです。こんにちは、車検のコバック米子店のまっちゃんです。やっぱりね、この時期はアイスクリームが美味しい時期になりましてね。あー、いいですね。あのね、はい、米子にあるじゃないですか、サーティワンアイス。はいはいはい、行きます。サーティワンたまに行きますね。あのラムーの中にあるんですよね、はい、で結構ね、その期間限定でいろんな味が出てくるじゃないですか、はい、うん、結構出します。手を、いや僕結構あの食はあんまり冒険しないタイプですね。あ、美味しいと思ったものを食べ続けるタイプ。僕もどっちかっていうとそっちですね、はい、定番のね。そうそうそう、うん、失敗したくないみたいな。そう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 、はい、名前が可愛いラブポーションとかは食べますけども。はい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 、いや本当にアイスが美味しい季節になりましたよ。そうですね、1日に何本も食べれますね、うん、それこそね、まっちゃんは整備士とかもねすると思うんで、はい、本当にこの暑い中ね作業してると、はい、脱水症状とか気をつけてます。いやもうやっぱり水分補給、うん、あとは、うん、なんだろうな、まあ喉が渇いたと思ったらもう遅いんで、うん、やっぱりあのこまめに、うん、あの水を飲んだりとか、まあ、あの飲み物飲んだり、うんうんうん、あとはまあ最近やっぱそうですね、もう空調服がかなり役立ってて、はいはいはい、そうですよね、はい、空調服、うんうん、最初はねちょっとね僕もバカにしてたんですけど、うんうん、暑いのになんか長袖のジャンバー着て、なんか余計暑いんじゃないかって思いますよね。余計暑いんじゃないかみたいな。でも本当に今工事現場 の, あの大きな現場とかだと空調服着用しないと現場入れないとか、うん、まあ、そんな感じの時代にもなってるくらいなので、うん、はい、やっぱりあの空調服は、うん、常にこう、うん、首元から風が抜けていくんで、うん、汗もかきづらいですし、やっぱ体力の消耗がないんで、うん、まあ、うちで、まあ、やってることとしてはまあ水分補給こまめにすることと、うんうんうん、あとはまあ塩分が抜けるので、うん、飴ですね。あー、なるほどね、はい、あとはまあ順番に、まあ、休憩できるときは休憩するという形で、うん、やっぱ汗かくこともやっぱ僕らあんまり良くなくて。へえ、そうなんだ。まあ、お客様の車に、乗らせていただくので。ああ、まあ確かにね。そういった時にやっぱりね、あのシートが汚れたりとかすると困るので。名残がついちゃいますよね。そう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 。なのでまあそうですね、今本当に夏の暑さが厳しい時は1日にどうだろうな、2回、多ければ3回はつなぎを変えると。うん、はい。いう形で、対応してます。はい、ということでこういうふうにね徹底的に対応しているまっちゃんからですね、今月のテーマ、はい、真夏のね、はい、ドライブにおすすめなスポットなどなど紹介をお願いします。はい、はい、前回ね P さんもあの海、はい、海岸、はい、を紹介されてて、うん、あやっぱ夏はそうだよねと思ったんですけど、そうですよ、僕はもう真逆、はい、あの鳥取市とは反対の島根県、はい、三保の関の北浦の海水浴場。おでちょうどです ね、これも北浦海水浴場って言ったらもう知ってる人はもう知ってると思うんですけど、うん、海上綱引きが有名な、へえ、なんか大会みたいな。そうですね、海水浴場なんですけど、今回7月の15日お、まさに、はい、今第27回エビスカップ2024全日本海上綱引き大会、7月15日、うん、海の日月曜日に開催されますんで、これね見に行くだけでも面白い。見に行くだけでも面白いですね、うん、チーム作って出るのも最高ですね。ちなみに駐車場ってどこに止めるんですか？駐車場はもうあのすぐ近くにあるので、うん、そこに止めていただいてで、いいんですけども、うん、まあちょっとねこれねもう応募締め切りがもう6月16日、まあ、先月で、うん、終わっちゃってるんであれなんですけど、まあぜひね見に行って、僕も何回か見に行って、何回か出場したことはありますね。見てて、いや面白そうだなと。優勝賞金10万円、うん、あ結構もらえる、はい、準優勝5万円ですね。女性の部は、優勝賞金3万円準優勝1万円っていう形であるん で、うん、でさらにですね、あのバーベキューの食材とかも注文可能で、へー、はい、その場で注文して海の日に、そうですね、海で遊ぶには持ってこいと。BBQ もできるってことですか？ BBQ もできますね。5人1組のチームで海に浮かべてあるあの台船に乗って、うん、で綱引きするんですけど、うん、まあ、その台船から落ちたらダメ。なんかね
日本っぽくないっていうか、いい意味で、あ、はい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 、ね、海外のリゾートみたいな感じするね。あ、そう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 、あ、めちゃくちゃ盛り上がってますこれいつも。はあ、本当に、面白い、うん、し、やっぱり三保関の半島ですね、あっちの方は、うん、やっぱり海がめちゃくちゃ綺麗です。ああ、だから手つかずな感じだよね。そう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 、うん、もう本当に透き通ったブルーっていうか、はい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 、もう5メーターくらいの水深だったら多分普通にシュノーケルつけて泳いでたら、うん、下に泳いでるヒラメとか見えるし、へえ、透明度が高いってことですね。めちゃめちゃ透明度高いですね。なんでもう本当に海も綺麗だし、うん、こういったイベントで、盛り上がれるし、さらにこの日はもうバーベキューの食材の注文もできますよと。いや、もう盛り上がりましょうみんなで。そうですね、北浦ね、本当に7月15日はもうみんなで出かけて、うん、ギャラリーはいた方がみんなも、あの選手は盛り上がりますし、へいへいへい、リスナーの皆さん、へい、みんなで浦留海岸行こうぜ。あ、浦留海岸、北浦行こうぜ。そうですね、北浦海水浴場ですね。行こう行こう、これは見たい。はい、9時半開会式、10時から、綱引きですね。まっちゃんは今年は参加ですか？今年参加したいですけどね、はい、僕あの海の日は、はい、絶賛お仕事中と。図工、はい、いうことなので。そんなことある？はい、あります残念、コバクヨナゴ店は仕事です。あー残念、コバクヨナゴ店で綱引きでもしましょうかね。コバクヨナゴ店にもしいなかったら、はい、北浦海水浴場で発見してください。はい、はい、ぜひぜひですね。7月15日、会場綱引き、詳しくはねホームページありますよね。そうですね、ぜひぜひ北浦海水浴場会場綱引き調べたらすぐ出てきますね。ぜひぜひね検索してみてください。さて、今月のキャンペーンいきましょうか、はい、ラジオリスナーさん限定、今月の、ラジオを聞いていただいているリスナーの方限定キャンペーンは、うん、今皆さんが気になっておられるんじゃないかと思いますが、はい、エアコンの点検を無料でさせていただきます、うん、エアコンもねこの暑い夏必須ですよね。必須ですね。もう今エアコンない車なんかもうほぼ売ってないというか、売ってんのかなと思いますけど、エアコンなかったら無理無理無理いけないですね、うん、ですけどやっぱりエアコンっていうのもだん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 、お車古くなると故障が出てくると。あ、嫌ですね。でエアコンに関してはやはり、修理となると、うん、結構高額になる修理の一部です、うん、エアコンの、故障を伴って修理のお見積もり出させていただいて、その見積もり金額で、うん、お車代替を検討されるお客様も多い、はあ、修理の一例になってます、うんうん、ということはやっぱり事前に点検して、故障を防げるものは防いでおかないと、うん、高額修理になった時にまあお車の乗り換えしないといけないって思うくらいの金額、うん、見積もり出ちゃいますんで。あ、なんかもったいない気がしますよね。そうですね、別にエアコン以外は何ら、ね、うん、不具合なくて乗りたいっていうことなんですけど、うんうん、本当に高ければ、15万くらいとか、うわー結構高いですね、しますんで、うん、なのでそういったところをまあ早めに点検させていただくことで悪いところあれば早期発見して、うん、全然エアコンの状態問題ないですよということであれば、うん、そのまま安心してお乗りいただければいいのかなというふうに思いますね、うんうん、はい、なのでねぜひまずはね点検だけでも早期発見もねできますし ね、 そうですね、はい、うん、ということでまず1個目はこれですけども、はい、もう1つのキャンペーンをお願いします、はい、ジョイカル参院の、はい、限定キャンペーンということで、うん、リースのお車ご制約のお客様に先着5名様までで、うん、はい、ディスプレイオーディオのプレゼントをさせてもらってます、はい、ジョイカルといえばね、うん、春キャンと秋キャンが全国的に有名なんですけども、うん、春と秋はやりますが、うん、夏とか冬はキャンペーンないです。寂しいですよね、はい、でまあ、春から秋キャンに向けて、うん、この夏のキャンペーンないなということで、うん、やはりですね春キャン秋キャンでご制約いただいたお客様からすると、うん、自分の家族も買いたいと、うん、まあ、よくあるのは息子が次車買うんだと、うん、俺の時はお父さんがあのキャンペーンあっていろんなものをもらったんだけど、うん、息子の時はないのと、
はい、言われる声もたくさんあるので、ジョイカルの3エリア限定でですね、うん、夏の、うん、キャンペーンもやろうということで、今回ディスプレイオーディオプレゼントというキャンペーンをさせていただいております。まあ、時期によってはね、この時期がちょうど車検だよとか、はい、乗り換えの時期だよっていう人もいますからね。そうですね、そういった人がね、キャンペーンも何もなしだとちょっとね、申し訳ない。そうですね、もうキャンペーン終わったら本当にバサッと何もなくなりますから、うん、当たり前に本当にオプションつけてもらって、当たり前にリース料がかかってきますので、うん、ね、なんで、まあ、今はね、本当にセブンマックスも、セブンマックス 2.0 ということで、うん、だんだん進化してまして、はい、以前は無理だったクレジットカード払いも可能になっておりますし、うん、昔は7年プランしかなかったんですけども、うん、3年プランも、登場しておりますので、はい、まあ、ラインナップも増えて、さらに支払い方法も、増えてという形で、皆様に、より選んでいただきやすい商品になっているんじゃないかなと思いますので、うん、ぜひ気になることあればお問い合わせ、ジョイカルヨナゴ中央店、または車検の誤爆ヨナゴ店ですね、うん、私まっちゃんまでご連絡いただければなと思います。はい、何気にこのね、3年リースすごくおすすめですよね。そうですね、やっぱりもう、ね、うん、携帯もそうですけど、どん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 新しい、車出てきますんで、うん、ただやっぱりね、短くローン組もうと思ったら毎月高いですし、うん、かといってじゃあそれなりの月々の払いでいこうと思ったら3年でローン終わらないんで、うん、こういった時にやっぱりリース3年でやって、3年で満期迎えて、うん、次の新しいお車乗り換えというスタイルができるのは、まあ3年プランのリースだけじゃないかなと、ね、3年リースなのに月々の支払いは7年リースと変わらないっていう ね、 そうですね、なんだか騙された気にはなりますけど ね、 そうですね、絶対いいよね。3年ごとに安く、まあ月々乗って新車乗り換えた方が、はい、すげえ気持ちいいよね。まあそうですね、常に、まあ、車検受けることなく新車ですからね、うん、そう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 、めちゃくちゃ大きいと思います、ね、故障もやっぱしにくいと思いますしね。いや、まあ3年で故障ってあんまないですよね。聞かないですからね、まあ、故障したとしてもほぼメーカー保証で治りますよね、うん、だから本当に運転の苦手な人とかにも逆におすすめできるんじゃないかな。あ、そうですね、最新型の装備で、ね、乗ってもらった方がやっぱり安心ですし、はい、あとはまあシンプルに新しいもの好き、うん、もう3年おきに新しい新型車に乗っていこうみたいな、はいはいはい、いいと思いますね。確かにそうですね、はい、あと、まあ、プラス乗り時っていうね、あ、はいはい、こちらのサービスもありますし、すね、まあ、乗り時の方もですね、普通車、うん、高級車路線ですよね。そうですよね、はい、これも3年でお乗りいただけるリースありますんで、ね、はい、だから基本的にも乗りたい車をまっちゃんに行ってもらえたら、はい、なんとかしてくれますのでね。あ、まあそうですね、うん、いろいろアドバイスもね、これがいいですよということでお伝えできますよ、はい、でまあ、新車ですと納期が結構かかったりしますんで。そうですね、自分たちがこう思ってるよりもね、納期長かったりするからね。いや、長いですね、めちゃくちゃ長いですね。止まってるやつもあるでしょ今。ありますね。まあもう乗りたい車あったら1年前には行ってほしいですね。ああ、1年でも間に合わない車たくさんあります。ああ、そうだ、はい、ということでね、今回のキャンペーンを機に早めにご相談いただけたらなと思います、はい、ということで今回も P さんと車検の小爆米子店のまっちゃんでした。それでは皆さん、熱中症に気をつけて頑張りましょう。それではじゃあね。車検のコバック米子店プレゼンツ、コバックと愉快な仲間たち、この番組は車検のコバック米子店の提供でお送りいたしました。新番組車検のコバック米子店プレゼンツ、コバックと愉快な仲間たち、パーソナリティの P さんとまっちゃんが山陰のグルメやおすすめスポット、相変わらず映画なども紹介、毎週火曜日14時半から。今月はラジオを聞いたリスナーの方はエアコン点検無料、コバック米子店へ遊びに来てね。